はい、こんばんは。音声の方は聞こえてますでしょうか。はい、本日もですね、すいません。キャスの方を始めさせていただきたいと思います。こんばんは。はい。あ、先生、デルタ先生初見ということで、こんばんはでーす。ってなわけにだろっちゅう。こんばんはでーす。はーい。うん。はい。まあ、本日はですね、すいません。はい。あ、はい。直見。あ、そもそもさん、コンテニコンありがとうございます。こんばんはでーす。はい。カカ、直見こんばんはです。はい。しめきさん、こんばんはでーす。車検じゃね。車検って何？車検って。こんばんはでーす。はーい。アプチャンさん、コンテニコンありがとうございます。こんばんはでーす。はーい。はい。そういうわけでですね、本日はですね、証券じゃねえって。なんで証券やねんみたいな。欲しいものリスト公開してみたって。バルさんとかすごいっすよね。鉄拳って。は七瀬先生こんばんは。はい。デーナさんこんばんは。渡辺さんこんばんはです。はい。島木さんもこんばんはです。はい。なんかよくわかんない剣がいっぱい飛んできましたけどね。はい。そうですね。ラスカルとキツネでございます。一応ですね、ラスカルが喋ってですね、動かないです。そうですね。はい。まあ一応ね、今日はちょっと図を出したいので、こういう設定にちょっとしてみました。ちょっと手書きのね、私の図をちょっと使いたいなと思ったもんで、ですね。まあ、あれですね。避難すべき。うん。避難すべき、水害ってことでね。ちょっとやってみたいと思います。すべき。ですね。はい。水害ですね。はーい。水害。はい。ですね。はい。避難すべき水害ということで今日はですね。はい。やりたいと思います。そうですね。避難すべき水害ですね。動きませんから。図を出したい。いやいやいや。可決権もうない。可決権はね、一応ね、もうあれですよ。うん。まあ、施設はそのまま使ってますけど、可決権としては存続してないですね。はい。うん。ラスカル微妙に時々ね、動きますよね。はい。あ、こんばんはでーす。はい。流れ乗ってみました。人間に服を着せる。G につける。ツイキャスアカウントはこちらですか。すでに通報済みです。なんでやねん。うん、なんで中外製薬やねん。もう、ほらこれ。アマゾンリストってプレゼントできるのかなって。あ、どうなんですかね。あんまりアマゾン使いますけど、あんまりよくわかんないですね。結構アマゾン定期便すごい使ってますよ。家とか。洗剤とか運んでくるんですけど、微妙にですね、柔軟剤だけ減って、洗剤が一箱とちょっと残るというですね、とんでもないことになってますけどね。あ、はい。深見さんこんばんはでーす。バルさん。もう今日一日あれですね、バレさんでしたね、ネタがね。はい。あ、キツネさんのね、ヘッドが落ちました。はい。あー、本体も落ちました。ダメですね。はい。やっぱそんな簡単にうまくいかなかったな、これな。あ、ダメだ、キツネさん落ちた。はい。プロデューサーは片耳で終わり。はい。よいしょ。ね。はい。やっぱね、なかなかうまくいかないもんですね。で、一応ね、テープでビッてつけたんですけどね。はい。あ、Amazon ギフト券、そうなんですね。メールアカウントあれば OK なんですね。はい。そうです、そうです。はい。20以上、3点以上でね、値引きやってましたよね。そうですね。うちもそんなじゃないかな。多分、洗剤でしょ？あ、洗濯洗剤でしょ？だから、柔軟剤でしょ？だから、歯ブラシでしょ？歯磨き粉でしょ？あと、洗顔フォーム。
多分それで5点ですね。はい。ね、ほんとチラ見えになってますよね。はい。ね。まあ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 。いいです、いいです。はい。うん。ということでね、今日はちょっとチラチラ見えながら、やっていきたいと思います。はい。うん。でですね、まあ、今日ですね、まあちょっとね、まあちょっと医学とね、肛門なのに歯磨きだとしますよ、私だって歯磨きぐらい。歯磨きぐらいしますよ、私だって、みんなもう。あ、ガブルさん、こんばんは。はい。ラスカル先生に見下されたとか言ってたよ。なんでやねん。誰も見下しとらんから。トキちゃんすごいやん。あ、ミリさん、あ、キャス君、アイスありがとうございます。こんばんはです。はい。うん、メロボンドさん、こんばんはです。あ、はい。あ、まなみさん。あ、コンテニコンありがとうございます。おいっす、もうちょちょちょおいっすですね。はい。いや、肛門磨きませんから。かっか、何を言ってんですか、肛門磨いてどうするんですか。ね。はい。うん。はい。でですね。まあ、今日は、まあ、結構ね、台風とかで多分なんか今年はちょっと雨が降ってきそうじゃないですか。ね。そう。で、あ、そうね。そうなの。プライム会員の会費ってなんか年に1回だから分かんないですよね。いつの間にかね、落ちてんの。あれ ?4000 円ぐらいでしたっけ。ね、謎ですよね。いや、訪問に入れませんよ。いや、奈良先生、もう来てくださいね。ちゃんとね。来ないとダメですよ。ちょっと音楽大きいんで落とします。はい。え、そうですね。いやー、もうね、びっくりですよね。はい。奈良先生、牛ですよね。へいへいってそうじゃなくて。ビデオとかいろいろ見れるのに元取ってない気がする。確かに Amazon ビデオね、見れるんですけど、私もそうだし、あれじゃないかな。多分子供たちも見てないし、知らないんじゃないかな。あ、トマさん、もいもいです。こんばんは。はい。うん。大阪ガスのアマゾンプランなら、プライムが無料。ええー、そうなんだ。あ、季節さん、もいです。こんばんは。はーい。いやーね、そう、今日はですね、まあ、まあ、ちょっとほら、九州とかね、四国とか、まあ、ね、水害がこう結構、まあ、来そうなので、うん、で、私、毎年ちょっと思うことがあって、必ずこの、ね、アマゾン意外とね、もうフル活用は難しいんですよ。そう、意外とね。あと、パントリーって知ってます？アマゾンって。アマゾンパントリーって、こう箱を買って、その中にこう入るだけ買えるんですけど、そのパントリー対象商品が異常に安いっていうね。そうですね。YouTube の医学的な動画の方がためになりますか？どうかな？パントリーじゃないっちゅう。そうですね。水害の時は逃げられません、私。あ、そうなんですね。そうか、そうか。まあ、まあ、まあ、ラスカルは、まあ、いつも可愛いですよ。はい。あちゃあちゃさん、コンティニューコインありがとうございます。こんばんはです。そうね。まあ、特に、まあ、季節さん逃げられないっていう話と、まあね、ID さんのね、まあ、YouTube のね、医学的な動画の方がためになりますかって。どうかな。YouTube の医学的な動画は、作っている先生が、どこに向けてるかっていうのにもよるかと思いますね。だから、一般向けに出してるのであるのと、まあ、完全にもうね、同業に向けて出してる。で、一番多分見てもらえないのは、中間層に向けて出しちゃってるやつじゃないかなと思いますね。あ、渡辺さん、キャスカンアイスありがとうございます。お二つ。はい。ね、ただで最近ベッドから落ちかけたのに、あらら。お気をつけてくださいね。はい。落ちないでくださいよ。危ないですからね。はい。キャスカマイス3つありがとうございます。おー、来ましたね。涼しげに。ありがとうございます。はい。まあ今日はね、ちょっとお話ししたかったのは、まあこんなようなとこですね。
簡単に言うとね、すごい簡単な図書きますよ。じゃん。こんなような場所にあるお家ね、ちょうどおっぱいの谷まであるみたいな道ですね。あ、花火ありがとうございます。はいね、まあ別に僕は可愛くないですよ、全然ね。そう、こんなとこですね。ちょっとイメージしてみてくださいね。別におっぱいの谷間に家があるわけじゃないですからね。ね、そうね、建築やってるといろいろわかるんですけどね。あ、神さん、コンティニューコインありがとうございます。で、どういうことかっていうと、例えばね、結構実はこれ東京にも、東京、神奈川にもあるんですよ。例えば、こういうところがいいかな。建物があって、そうなんだよね。例えばね、そう、目吹大橋付近、あ、なるほどね。例えばね、こういうロケーション、崖があって、すぐ横に建物があるってロケーションって、結構、神奈川とかにも、あります。東京にもね、まあ、多摩とかに行くとね、こういう場所あるんです。で、こういう場所って何が怖いかっていうと、この、当然ですけどね、ここのね、裏山からこう、ゴロ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 と、こう、崩れてくるのがすごく怖いんですね。こう、ゴロ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 。で、最終的にこれがこうね、ドヒャーって流れてきちゃうこと。こういう風にね、ピッピッって、こういう風に流れてきちゃうことっていうのが結構あります。そう、土砂の雪崩ですね。あ、はい、そうです。そうなんですよ。そう、城崎とか船形、あれもそうですね。そう、地名にね、今書いていただいてましたね。谷とかね、それからね、沼。で、書いてあるところ。これ結構注意ですね。地名がね、地名ですよ。そう、地名にね、例えばなんとか沼とかね、ついてるのはね、そう、そうですよ。私左利きですよ。はい。そうですね。そう、手賀沼とかもまあそうなんですけど、沼とかはこう溢れてくるじゃないですか。だからまだわかりやすい。で、こういうね、状態が発生するときに、あ、そうですね。まあ、川にね、近くに川があるとね、ついていると地名ありますよね。そうそうそう、ありますね。で、あ、神さんもそうなんですね。あ、左利きということでね。ね、タマさんね、左利きなんですよ、私。はい。そうそう、アパートに土砂崩れしたニュース。そうです。ちょっとね、その辺とかね、あ、みんな左利きなんですね。なんか嬉しいですね。左利きの方がいっぱいいらっしゃると。で、こういう状態になるときに何が起きるかってお話ししますね。まず、音がします。音。はい、コロコロ。まず第一、音コロコロ。左利きだらけギャラス。あと、匂い。匂い。魚が腐ったみたいな生臭い匂いがします。腐った匂い。はい。魚が腐った匂い。ひらがなも汚くなっててしょうがないな。まあね、田んぼの様子見てくるのはね、本当はね、ダメなんですよ。田んぼは見に行っちゃね、危ないですからね。そう。で、またちょっと一日汚くなっちゃったんで、ちょっとこっちに書き直しますけど、必ず、こう、土砂崩れが起きる前に、いくつか起きる現象があって、まずさっきの音ですよね。音、コロコロ。てか、このボールペンがこけなかったのか。それから、あとはですね、音コロコロとですね、
腐敗した臭いじゃないですよ。井上陽水路じゃないし。うん。あと、それから、匂い。うん。で、これがね、本当生臭いっていうのかな。うん。なんかね、ちょっと、まあ今さっき私、魚が腐った匂いって言いましたけど、これガス漏れみたいな匂いっていう人もいるんですよ。うん。ガス、ちょっとボールペン書けないや。よいしょ。ボールペン。ラスカルボールペン知らない？ハサミはそこにあるんだよな。よいしょ。では、私の荷物からちょっと出します。あれ？おい。いたいた。はいはい。そうね。はい。そうですよ。あー、奈良先生、さすがよくご存知ですね。はい。うん、その、威嚇祭じゃなくてね。ベイ FM じゃなくてね。そう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 。パナソニックのミスじゃないんですけど、ガス臭いっていうのがありますね。の、周期みたいなね。こんなのが出てきます。特徴としてね。音がまずコロコロ、ちょっとなんかね、カラカラカラって小石が転がってくるみたいな音がします。あ、トラネコさん、こんばんはです。ガオルさん、中出しってほら。そうですね。あ、はい。私の自宅、元、鳴丸神殿という地名でした。大雨が降ると、あ、そうですね。なんとか神殿ってつくところは、もともと田んぼだったところが多いですね。はい。私が威嚇臭いのは、こきすぎです。はい。で、ですね、まあ、建築の仕事やってる時にね、そうですね。で、今、奈良先生ちょっと書いていただいた、で、徳川領地だったっていうのね。これ実は、奈良先生全然適当に言ってるわけじゃなくて、実はですね、すごい事実があります。まあ、関東平野をちょっとざっくり書きますね。ざっくりざっくりよ。かつての関東平野は、まあ、これ川なんですけども、ここの辺どうしようかな。ちょっとでかくなっちゃう。書き直し。まあね、まあ、銚子があって、まあ、千葉があって、まあ、東京湾があって、神奈川がありますね。で、まあ、この辺、銚子としようか。で、この辺が神栖で、こんな感じかな。で、まあ、この辺でこうやって川が注いでるんですけども、この辺でみんなね、旧何川とかっていう言い方をしてます。で、最終的にこれ、江戸川につながっているんですね、今の。で、江戸川はどこにつながっているかっていうと、利根川につながってます。利根川ね。で、こっちに鬼怒川って川があるんですけど、あ、これ渡良瀬川か。渡良瀬。で、これは鬼怒川ね。鬼怒川。はい。まあ、ちょっとこんな感じですね。ちょっとわかりにくいですけど、はい。関東平野って、実はこのね、東京湾に向かって全部川が注いでたっていうね、とんでもないところだったんです。で、さらに、ここに多摩川が注いでて、こっちってこんな感じかな。で、荒川もこんな感じかな。で、実はこの荒川、今の流れじゃなかったんですね。荒川は昔こっちに行ってました。昔ね。昔の流れはこっちに行っていて、この辺をくね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 してたんですね。で、この流れが今、元荒川という流れなんですけども、はい。ね。そうそう、利根運河。そうね。はい。そうですよ。利根運河ね。利根運河っていうのはね、なんであるかっていうと、ここの利根川。ちょっと待ってくださいね。はい。ここの利根川ってありますよね。ここの利根川。で、こっち江戸川。そう。醤油ね。そうです、そうです。運ぶためにね。よいしょ。こんな感じであります。ただね、本当は醤油運ぶだけじゃないんですよ。江戸川と利根川の水位を一定に保つ。そうです。そうなんです。利根川をね、太平洋に変えたんですよ。この江戸川って川は昔なかったんですね。はい。はい。奈良先生。はい。少なくとも地震や豪雨により、濁った水、石ころが転がるようならば、そう、即避難してください。本当その通りです。
古城は避難後にラスカル先生が避難されるので、うん、本当にね、安全第一。大丈夫だろうっていうのはダメです。災害に関してはかもしれない。うん。災害の予防に関してはもう全てかもしれないでいきましょう。はい。で、実はですね、まあ、なんで、こんなにここは洪水しやすいかというと、もともと、ね、この江戸川はなかった。うん。まあ、言ってみれば、湿地帯だったんですよね。もともと。うん。もともとただの湿地帯だったんですよ。関東平野って。で、その上で、ちょっとこっちの方をあえて出しますけど、神奈川県であるとか、千葉県というのは、結構これ関東じゃない方はびっくりすると思うんですけど、山だらけですね、この辺。山、山、山。神奈川県のこの辺、山、山。うん。こんな感じ。うん。来てよん。そんなこと言わないで。うん。住みたくない街がレイクタウン。大泉よ。なんで？成城西バイパス。そうそうそう。うん。これは徳川家康がですね、家光の頃まで、もうね、将軍になる前から三大将軍からずっとやってました。うん。ですから、家康がいなかったらね、関東平野ってとてもとてもね、こんなにたくさんね、お米がたくさん取れて、人がこんなにたくさん住めるようなとこではありませんでした。うん。本当、家康がね、こう、何代にもわたって、行ってった治水事業のおかげで、今の関東平野というのは、人が非常にですね、住みやすく、水害もですね、少なくなりましたね。そうですね、丹沢はこっちです。はい。で、あと、ま、箱根もこっちに、ま、ちょっともう、すごいざっくり地図なんで入っちゃってますけども、こうイメージとはね、裏腹に、全然、千葉もね、こんな山あるでしょ？で、神奈川もこんな山だらけでしょ？で、意外かもしれないんですけど、この千葉県、神奈川県って、そんなに平坦じゃないんですね。で、いわゆるニュータウンっていう新興住宅地建ってるんですけども、そういうところも本当に坂だらけ。うん。で、すごくアップダウンが激しいんですね。うん。で、それは何かって言ったら、やっぱりさっき言ったみたいなね。どこ行っちゃった？ありゃりゃ。あったあった。こういう場所がすごく多いんですよ。いわゆる石ころゴロゴロ、こういう場所ね。要するに、うん、そう、神奈川県坂だらけですよ。うん。そう、七瀬先生いないとつまらないですよね。うん。ね。で、要するに、こういう、まあ、坂だらけなんで、建物の後ろに壁がそびえ立ってる、ね。地面の壁がそびえ立ってるってところが、意外にあります。うん。なので、もちろんね、まあ、このキャスをやろうと思ったのは、うん、まあ、山間部はもちろんですよ。ただ山間部の方々ってこういうの分かってらっしゃるので、まあね、事故が起きる前にやはり避難されて、まあ、例えばそのね、2階に、最低限ね、2階に避難していただきたいんですけれども、まあ、最低限のね、被害で済んでたとかっていうことが多いです。うん、ただ、都市部でこういうことが起きると、さすがにね、郊外ではこういうところに、マンションだとか、アパートとか建ってることも稀なんですよ。非常に。うん。郊外ですと、やっぱまあ、地方だとこういうところに建ってるのは大体一戸建て民家なんですね。ところが、その都市部だと、こういうところ、まあ、広島も多かったかな。うん。こういうところに民家が普通に建ってるんですね。うん。そうそう。戸塚、保土ヶ谷や藤沢あたりは本当ね、坂地獄ですからね。うん。で、こういうね、普段もう絶対に崩れないと思ってるような場所。例えば、後ろがこういうところがね、コンクリートでもう固められてたりとか、ね、まあこういうところがね、もう全然もう山だと思えないぐらいのところ。うん、そういうところでも、やっぱりこう、後ろにせり立っている山に関しては、非常にこういう大雨になると危険です。すごく地盤緩んできます。うん。なんで、さっきちょっと言いましたね。音のコロコロの音、それから生臭い匂い。まあ、ガスの匂いとか、まあ、とりあえず普段嗅がない匂いです。はい。うん。なんで、そういう匂いをね、嗅いだときは、必ず、もう自治体がね、避難勧告出してますんで、面倒くさいとか、頑張らないで避難しちゃってください。建物そのものは、鉄筋コンクリートとかの家なら大丈夫なんですけど、窓を突き抜けて土砂とかは入ってきます。うん。で、そう。
そう、誰を鳴らしたのではっていうね、もっと臭いみたいですね。あの、私のおならより臭いみたいなんで、最強に臭いみたいですから、ね、そうですね、そうですね。まあ、藤沢市は平らなとこと坂なところ。そうですね。藤沢なかなかすごいですよね。うん、あと、まあ、まあ、藤沢って言っても、もう江ノ島の方とかね、ありますもんね。まあ、なんで、こういうちょっと斜面の近くに住まれてる方、結構あります。東京の立川とかにもありますし、こういうところっていうのはね、普段崩れないんですけれども、特にこの建物の背後まで迫っている場合、こういうところは一回崩れ出してしまうと、もうどん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 崩れていってしまう傾向があります。そして滅多に崩れないという傾向もあります。だけれども、やはりね、雨がすごい続きすぎたじゃないですか、今年とか。なんで、地盤緩んでます。で、九州地方の方とかも地盤がすごい緩んでます。ですから、こういうね、家の背後が斜面の方とかはね、あまりね、無理をされないで避難をしてください。はい。ガオルさん、あまり言わないけど、清水公園近くの一戸建ての住宅街は、大雨になる、地獄になるって時がね、あ、はいはい。じゃあ、次の話行きましょうか。はい。で、次はですね、やはりさっきのこのちょっとね、私がフリーハンドで書いた地形の図に戻りますね。山があると、当然水がやっぱりね、溜まるところってあります。土地がすごく低いところってあるんですね。そうそう。清水って名前からしてね、そうなんですよ。水ってつくところはやっぱり水が出ること多いですね。一般的にね。渋谷ってあるじゃないですか、地名。あそこも昔は本当にどうしようもない、谷でしたからね。水ばっかり出てね。今、再開発の工事苦労してますよね。で、やはりね、土地って、例えばね、ちょっと今書きますけど、まあ、川があって、まあ、ここに川があります。で、これ川ね。これ川。ちょっと待ってください。今書きますからね。川でずーっと来て、ぐーっと来て、また川、ね、こんな感じ。一般的に、メロンパンダさん、川ですね。あ、コンティニーコインありがとうございます。こんばんは。はい。藤沢はね、確かにね、そうですよね。坂多いですよね。はい。で、こういうですね、まあ、これ、自然堤防っていうんです。まあ、ちょっとこんな極端じゃないですけど、なだらかに下がっていって、なだらかに上がります。で、また川があって、また、こんなになってますけど、なだらかに下がっていってる。これ自然の姿ですね。あ、あれさんこんばんはです。はい。ですから、今、ガオルさんが言っていただいたのは、こういうところ。こういうところですね。こういうところ。こういうところが、あ、おそもさんこんばんはです。ですね。はい。言ってみれば川、もともとこれ自然の川の話ですね。自然の川の川と間、もともとあった自然の川の川と間には必ず自然堤防というものが存在して、その自然堤防と間は必ず低くなっているんだよって土地がですね。これが逆転しているところっていうのはあんまりないです。だから大きな河川と大きな河川の間はなぜこうなったかっていうと、やっぱりね、先人たちはね、川が溢れないようにするためにここに盛り土をしてったんですね。ここにね、少しずつ盛り土をしたんです。で、結果として、そうですね、はい、そうで、レッソンとかね、ありますね。確かにね。なぜかっていうと、自然堤防上にレッソンにした方が水溜まりにくいですから、ここをね、農作物を育てるところにしといた方が安全なんですよね。生活をしていく上でもね。なので、そういうところもあります。だから、自然堤防の場合は、自然堤防の場所が一番高いというケースありますね。こういうね。ただ、今、スーパー堤防っていうのをね、政府でやってまして、ここにこうね、
だいたいまあ3メーターぐらいだったかな。3メーターから10メーターぐらい上げてるんですよ。で、そうするとここがね、またさらにまあ、こんなすぐにやらないですけど、こんな感じで上げてはいるんですね。うん、まあこれはあれですよ。河川工事した場合ですよ。うん。スーパー堤防ってこう上げてるんですね。まあそうすると、とりあえずね、水害は防げるんですけど、じゃあ、今までの土地が改良できるかって言ったら、それはないんですよ。で、だからまあ、例えば川を変えてね、流れを変えて、まあ他に逃がすっていう先ほどのね、利根川みたいなことをやるんですけれども、既存の川をこう、スーパー堤防化してね、盛る場合っていうのは、なかなかどうしてもこのね、まあ、こっち側にもありますから、当然。ここがいっぱいになっちゃうと、当然町よりも、こう、もう高さ高いですよね。こっちも一緒です。同じです。ね、水が来た時は、水位が高くなります。うん。そうね、スーパー無駄遣いと言われましたよね。練乳さんっていうね、議員さんいましてね。もうね、練乳さんはもういちごでも食べてろって感じですね。もうほんとね、もう。本当いちご美味しいですから、本当はそんなこと言いたくないんですけどね。そうなんでね、まあこのスーパー堤防計画って実はそんなね、本当無駄じゃなくて、これをもう本当守るためだから、結局もうどんなことしたって土地って真ん中こう低くなっちゃってるんですよ。これも先人たちの知恵でね、川って水流れてくればどん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 たわり、ま、この辺に砂溜まってきますからね。でどっちにしてもこう川流れてるところはこう深くなっていくんですよ。で、まあ、カーブの外側が深くて、手前が、まあ、ね、っていうのはありますね。あ、お相撲さん、スーパー堤防の仕事に関わってらっしゃったんですね。おー、素晴らしい。もっと国を守る仕事ですね。はい。そうですね。昔から堤防はあったと思います。ただ、スーパー堤防に関しては、もうその堤防をさらに上げてます。水害に強くするってことでですね。そうなんですよ。荒川なんか決壊しちゃったらもう、江東区とかもう大変大変。そう、荒川でも江戸川でも大変ですね。まだ江戸川はちょっと決壊しにくいと言われてますよね。もともと人工の川なんでね。江戸川自体がね。はい。そうです。はい。はい。そうです。はい。医者です。笑いってね。なんで、そう。いや、川越はね、そうでもないんじゃないかな。まあちょっと、埼玉県はね、ちょっと結構詳しく把握してますけど、埼玉でね、危険なのはあれじゃないかな、やっぱり。ね、危険だからこそ作った、ですね、こんなのがあります。首都圏、外郭、環状保水路、環状保水路か、まあ、ただ外郭保水路だったかな、ちょっと名前忘れましたけど、そうこんなのがあります。首都圏外郭保水路というのがありまして、これ何をしたかっていうとですね、春日部付近にありますね、大きい地下路がね、そう、地下のトンネルの話ですね。これ何したかっていうと、この下に大きなトンネルを掘りまして、まあ、こういうところにですね、取水口設けたんですよ。こういうふうにね、ちょっと待って、今出しますね、実ね。はい。その、まあ、首都圏外郭保水路っていうのは川の横に、地下のトンネルを作りまして、水が逃げるようです。はい。で、そう、ラスカルの火がかなりやばいですね。はい。で、やっぱこれがね、必要だったのは理由があります。もともと、これがある、埼玉県の東北部ですけども、もともと水に強くないです。なので、やはり台風がね、来た時に、もし万が一大氾濫を起こしてしまった時に、かなり大変なことになるんですね。で、その江東区も守る意味です。
江東区も含めて江戸川区も守る意味で、まあ、ここを氾濫させちゃいけないだろうという、そういう目的で作られました。で、これが、江戸川、ね、江戸川から、周囲のその、元の昔の河川ですね、一級河川、うん、古利根川、それから倉松川という川、あともう一個何だったかな、中川か、はい、うん、を結んでます。で、その三つの川は何かっていうと、昔からある流れなんですね。要するに昔からある流れが、氾濫してしまった時、氾濫する前に、そこから、こう、江戸川に水を汲み出してあげるってことをしてあげる。そう、一級河川ね。はい。うん。この地区はね、昔からね、この首都圏外郭放水路のあるこの地区は、非常に苦労してきた地域です。伊勢湾台風とかね、それからカスリン台風の時にね、町全体がもう水没したようなところなので、非常に苦労した地域なんですね。なんで、まあ、ここはちょっとこういうことやってますけど、まあ、これはね、一般国道16号線の下にこの巨大なトンネルがあります。で、まあ、これはね、ちょっとまあ、機会があれば一度なんかこう、インターネットとか見ていただくと、出てますけれども、非常に大きなトンネルです。もう地下鉄のトンネルとかそんなレベルじゃないですね。はい。で、こういうところに水を逃してあげることで、で、雨が止んで水が引いた時にまた少しずつこう、江戸川に向けて放水するということをしてます。ですから万が一、ね、水が溢れてきても、ここに相当量の水を蓄えることができるようになってます。はい。で、水がない時は見学もできます。はい。そうですね。映画の撮影で使われてたみたいですね。はい。うん。なんか、そんなのが載ってましたね。はい。そうですね。貧乳が好きだからといって。乳首をかき始めましたか、ね、違うって。これ乳首じゃない、さっきの方が乳首だろう、ね。これどれだっけ、あ、一番最初の。一番最初のこれはおっぱいっぽいよね。うん。うん。ね。で、まあね、こういうのもやってます。だから、まあね、お話ししたかったのは、必ず川と川の間って土地低くなってるんですよ。うん。そう。あ、最後はね、海流すところですね。そうですね。はい。うん。だから、必ず土地は低いとこと高いとこが、平地でも平野でも必ず存在します。川と川の間には必ず、川には必ず自然堤防が存在して、その川と川の間には必ず低いところがあります。川に向かって、あんまりこうね、なだらかに、要するに傾斜しているところっていうのは、ないです。うん。特に今、こうやってね、まあ、堤防を上げてしまったりとか、スーパー堤防を上げてしまったりとかして、特にね、そういう状態にはないです。なので、ね、ちょっとそれなんかもね、考えていただいてね、もしもこう、ちょっとね、この辺が、いっぱいになってきちゃったなっていう、もう、お水いっぱいですよ。で、もしもしね、普通のとこにはこの、外郭放水路みたいのがないですから、もう危ないですよってなったときは、必ず、避難指示が出ますから、で、避難指示っていうのはね、どういうふうに出るかっていうと、2階建ての建物に避難してください、3階建ての建物に避難してくださいって、こういう避難指示が出ます。はい。で、これ必ず自治体が、指定していて、ハザードマップというのをお配りしているはずなので、こういうのをね、必ず気にしていただいて、自分の家の近くのハザードマップを見たときに、果たして避難先どこにあるのかなというのをね、ね。はい。あ、ガレさん、さすがよくご存知ですね。はい。うん。川の、そう、自然堤防から低い土地は、そうですね、荒廃湿地と言われていて、田んぼを作るのに適しても、そうなんです。非常に適してます。はい。あ、インコ先生、こんばんは。はい、うん。今日はちょっと手書きでやっております。はい。うん。あ、僕の家は市役所がよ。そうなんだ。え？うん。ね、なんで必ずね、まあ、川と川の間の中間には必ず低いところがあって、そこから川に向かってなだらかに登っている自然堤防が存在するよと。で、堤防とかこう持ってあるところは、すごくちょっとこう、それは水害を意識して、
土を持って高くしてあるんだよと、うん、でスーパー堤防っていうのはそれをさらに高くしたものだよってことをねちょっと覚えておいていただいて、でそのねロックタウンも水没するの、あらそう、あれロックタウンって無理やかな、うん、そうですね、はい。で山登りをする人は尾根、出っ張りと沢、へこみを見分けます。そして、そうですね、あそうですね、山岳地図を見て、ルートを練り、山岳保険やルートの確保を取ります。ですが前日に雨が続いた場合は、うん、沢は自然に川に変わり変更することもあります。そうですね、うん、そうですね、埼玉のある地域は船を持ってます。地名からして船って地名がついてるところが埼玉県越谷市の、まあ皆さんよくご存知かと思いますけど越谷レイクタウンというところからだいたいですね、西、北西にですねだいたい2キロぐらいの場所ですかねあります。そこはフルトレ川っていう川とですね、それから中川という川が合流してまして、昔からしょっちゅう水が出るところです。で土地もですね非常に低いところでして、そこはですね地名が船渡と言います。船の船と扉の渡と書いて船渡という地名で、もう昔からですね満水的に、はい、水が出るもんですから船を持っているところもありますし、昔からこのね流域は船を持ってました、その避難用にね、うん、今はもうねさすがにないですよ、もうボロ船になってね漂流してますけどね、はい、うん、そうなんです。あとまあ結構ねこの流域はですね、あ川島もそうですね、はい、川島もですね同じようにその荒川流域、うん、でですね氾濫が非常に繰り返していた地域で、うん、そうです、まあボロ船がね結構あちこちね置いてあるんですよまだうん、私もねよく行くんですけどフルトネ川沿いね、うん、もうちょっと使えないかなって船が置いてあります。ただもう所有者がいるのでねあれどうにもならないそうなんですけどね、はい、という感じですね。そうですそうです、川島とあそこですよ、うん、ね、川島もそうです。荒川のところにですね、置いてあります。で、今の荒川の流れというのは、途中から少し変えてありまして、途中からはこう、人工で掘った川になってます。はい。で、新河岸川という川の横に作ってまして、川と川がぴったり横から途中からくっついてくるというですね、ちょっと不思議な形にはなっています。荒川自体は、普段水が少ない川なんですけれども、洪水するとやはり非常にですね荒れる川と書くぐらいですから、ものすごいですねお水をたくさん蓄える川になっています。はいですね、そうですね、新河岸川も氾濫します。新河岸川はね元からあった川なんですね。はい、うん、そうですね、日本では、関東平野が一番広い平野ですが、それ以外だと狭い平野しかなく、国土の7割方は山間部で、そうなんですね、大規模な集落には向いていないという地形の特徴がありますね。はい、おっしゃる通りです。関東平野というのが例外だと考えていただいた方がいいと思います。日本の中で一番広い平野って、まあ、関東平野なんですけども、北海道ですらね、一番広い平野が石狩平野という平野があるんですけれども、ね、それであってもね、少し走れば東松山でせなので節約です。なるほどね、はい、うん、非常にですねやはり水が氾濫した地域なので美味しいお米は取れるんですよ。だから田んぼはすごく多いんです。ただ水害もすごく多かったところで、他の地域から来ると異様なぐらい川が多くて異様なぐらい堤防が整備されてます。まあ、これもともと住んでる人たちにあんまりわからないんですけれども、全国的に見てもこれだけ川の周りに堤防がガツンガツン整備されてるのは異様なぐらいですね。はい、うん、あんまりないです全国でも。あとは岐阜の、木曽川揖斐川の和住ですね。あそこぐらいです。うん。日本でものすごい、こう、河川の管理ががっちりされてるところっていうと、まあ、そのぐらいですよね。そんなにないですね。そうですね。ああ、上福岡の新河岸川。川越、川越市、霞ヶ関。そうですね。東上線続くけど、まあまあ危ないとこ走ってますね。あそこはね。ただ、あそこ二つ川があるがために逆にいいことがあって、うん。ね。結構その、水がね、こう、うん、まあね、ちょっと、
荒川はいろいろ対策を打ってるんで、結構すごいですよ。治水には強くなってますよ。はい。そうですね。川越などは昔多くの川があり、その中でも川と言われる大きな一級河川がありました。いわゆる、そうですね。船渡し川、船渡場ですね。船渡し場っていうのがそうですね、ありますね。木曽川綺麗ですよね。矢切の渡し。はい。矢切の渡しも今言った流れの中にありますね。なんだっけ。江戸川じゃないな。中川かな、にありますね。そう。あ、坂戸にある木の橋。よくドラマで使われてる。あ、そうなんですね。昔ね、荒川にね、締め切り橋っていうね、木でできた橋があったんですけど、まあね、今はね、まあ、その橋、本当に締め切りになりまして、ちゃんとしたね、大きな橋ができましたね。新締め切り橋っていう橋ですね。はい。そう、あれですよ、救済対策ですよ。そうです、救済策だったんです。はい。埼玉にはですね、今でも残ってますね。埼玉と群馬県を結ぶ、埼玉県の熊谷市のくず和田、というところから、埼玉県道と群馬県道の役割を代行するための渡し船、無料です。で、これが、運行されてまして、群馬県の、反対側、伊勢崎市になるのかな、まだ渡れるようになってます。これ地図とか見ていただくと、点々点々線で書いてあるので、わかりますし、インターネットとかでも、くず和田の渡しで検索していただくと出てきます。今でも船でですね、そこは輸送しています。人と自転車と、バイクぐらいまでですね。はい。そう。関東平野でずっと育ってきた大学は、関東平野でずっと育ってきた大学は、静岡だ。静岡もでもね、ちょっとあれですよね。すごい、がっつりとね、富士川とかね、してますよね。でも、そうなんですよ。深見さん思い出していただくとなんですけど、富士川みたいにがっつり堤防作ってる川が関東平野にはうよいよあるんですよね。あれが異様な感じですよね。そうそう、大井川、富士川ね、有名ですよね。はい。そう。だ関東平野っていうか、東京湾には、もともとはね、その大井川とか富士川みたいなものが、こう、あの狭い東京湾にバンバン流れてきてたわけですよ。それは水が氾濫するからって言って、利根川を銚子川にこうね、逃がしてあげたんですね。で、あの工事は、もともと利根川の流れなんですね。はい。矢切の渡し。はい。日本三大河川。そうですね。ノーボート、城などで、そうですね。豊臣家がね、行田。そうですね。忍野城ですね。はい。を水攻めしましたが、これは巨大な公共工事で、そのために人が住み着き、村や町ができました。そうです。はい。今でもね、まあ、忍野城はありますよ。すごくね、やっぱり、こうね、花とか綺麗なんでね。そうです。皆さん、こう、季節になるとね、来られたりとか、あと、お子さんとか遊ぶのにすごくいいとこですね。忍野城はね。はい。あ、行きました。定石で、なんもないけど、まあそうなんです。でも、子供遊ばせるのとか、ちょっとデートするのにはいいとこですよね。桜の時期とかね。いいとこだと思いますよ。はい。で、あとはやっぱあれかな。ちょっと復唱になりますけど、本当山、ちょっとね、戻っちゃいますけど、さっきのこれすいません、書きながら説明したときは分かったでしょうけど、そう、お城周りも好きなんですね、お相撲さんね。はい。こう斜面に立ってる共同住宅。まあ、家でも同じなんですけれども、こういうところで、音がコロコロしてきた。はい。それから、生臭い匂い。こういう匂いがしてきたら、必ずこういう斜面、ね、斜面。こういう斜面に住まれてて、ここに家があるような状態のところの人はですね、もう無理しないで避難してください。もう毎年どっかで事故ありますから。で、避難して別に何もなきゃそれで戻っていいんですから。ただ一応雨が止んだ後もちょっと注意してくださいね。
しばらくの間は。本当こういうところは危険なので、本当に注意をしましょう。うん。まあ、といううちもね、実家こんな場所にあるんですけど。ただ、まあ、山の上なんでね、意外とまあ、無理しないですぐ避難しちゃうんでね、あれなんですけど、本当に山の下にあるこう家って本当危険なんで、ここにかかってるね、土の圧がちょっと違うんですよ、やっぱり。ね、山の上の方と下の方だと。なんで、ちょっと崩れやすいのとかありますんで、ちょっとそこはね、注意しましょうね。はい。あ、路上に使われるということでね。あ、そうですね。そうなんです。お城をなくしてった理由。ほら、よく昔幕末っていうか、幕府が開かれた時に、お城は、一つの藩主に対して一つになったじゃないですか。その理由は今、奈良先生がおっしゃっていただいた牢城ですよ。牢城に使われることがね、そう、廃城令の。そうなんです。そうです。それで、まあ、大体ね、城が大体城跡になってます。大体一つの藩に一つの城。お城。で、あと、あんまり大きいのはね、もうね、そうですね。あ、広島でありましたね。斜面のね、土砂崩れ。でね、やはり今年は、梅雨場がすごく、一昨年、失礼しました。今年はすごく多いんですよ、雨が。もともと、全国的に。晴れた日がほとんどないっていうぐらい雨が降ってたじゃないですか。だから、ちょっとこれから台風が来た時は、ちょっと今までの年と若干違うと思うんですね、状況が。地盤緩んでますから、ちょっとそれはね、注意していただきたいのと、やっぱりね、避難するときにどうするかっていうのを、これね、一人暮らしの方は一人で、お城は再建されたものがほとんどですよ、今あるのは。で、緩んでるのは私の肛門。まあ、それはいいとして。まあ、お城、昔から一応残ってたのもありますよ、カレーさん。しっかりと。まあ、言うまでもなく江戸城そうですけど、まあ、それ以外にもありますよ。そうね、大阪城もそうでしょう。あと、姫路とかもそうですね。そう。まあ、再建されたものがほとんどですけどね。大体、こう、いわゆる本丸っていうところ、が大体ね、以外は大体壊してるんですよね、ほとんどが。そう。本丸とか二の丸ぐらいまでしか残してないのかな、お城って。そう。松本城は綺麗ですね。つい最近見ましたけど。まあ、春じゃなくて真夏でしたけどね。真夏でもないか。松本市は綺麗ですよね。はい。まあ、信州大学はね、たまに行きますからね。はい。そうですね。松本城いいですよね。あと、姫路城が私好きかな。あとはね、会津の鶴ヶ城。まあね、まあ、江戸城も綺麗ですけどね。まあ今、まあね、ちょうど二重橋のとこですね。あの辺はすごくね、こう綺麗ですかね。何気にこう私、一番好きなとこってね、東京だと皇居ですから。なんとなくあそこに行くと元気が出るっていうね。ね、そんな感じではあるんですよ。そう。高速の出口にね、お城があるから寄ってこい、寄ってきたい。あ、そうなんですか？高速の出口付近にお城。どこだろう？はい。そうですね。松山城ってのもありましたね。あ、東松山。そうなんですね。東松山たまに行くんですけどね。まあ、友人いますし、焼き豚でしたっけね。頭肉ね。結構ね。あ、待っていた。だいたいラブホヨって違うっちゅうんだから。あ、彦根城もあります。あ、彦根城、ね、彦根城あるじゃないですか。もう素晴らしい城ですよ、彦根城って。あのね、滋賀っていう、まあ、彦根まであれですけど、あのね、滋賀って場所はすごいんですよ、歴史的に。なんていうのかな。まあ、丸々長者っていう本が出るぐらいに。
わー、すごいです。あ、イオニアさん、こんばんはです。はーい。ヒクラジオよく通るということで、壊した後は天皇用の、そうですね、所有地となり、上野公園のように、そうですね、まあ公園になったりとかしますね。あと、まあそう、戦時中、そうです、資材置き場でした、実際。はい。あ、ヒコニャン、あ、そうですね、ヒコニャン、そうですよね。あのね、滋賀って場所は歴史上すごいんですよ。あと、滋賀っていう県はね、歴史上の偉人がものすごくいたりとか、あと、その、ね、滋賀って場所は歴史的にものすごく重要だなっていうふうに感じますね。あの、本当になんかいろんなことをね、辿っていくとみんな滋賀につながるんですよ。持丸長者かなとかね、ああいう本とか結構面白いですね、見るとね。あ、千葉、滋賀、佐賀ですかね。ラーメンズに出演されてましたね。千葉、滋賀、佐賀、千葉、滋賀、佐賀、千葉、滋賀、千葉、佐賀ってね、ネタにされてましたね。はい。そう。そうですね。関ヶ原の戦いの丘上がりましたね。そうですね。関ヶ原、あ、そっかそっか。あれ関ヶ原って、あれ滋賀だっけ岐阜だっけすいません。申し訳ないです。ちょっとわかんなくなっちゃいました。はい。あ、彦根城はリサイクル城なんですね。へぇー、あ、そうなんですね。あ、岐阜ですよね、やっぱりね。滋賀じゃないですよね。岐阜ですよね。そうですよね。はい。まあ、という感じなんでね、今日特にね、お話ししたかったのは、本当にこう思わなんていうのかな、山の斜面の、この方ですね、こういうとこに住まれている方は、本当になんか、コロコロって音とか、ちょっと生臭い、なんだこの匂いって匂いがしたらね、絶対避難してくださいね、というお話をちょっとさせていただきました。はーい、よいしょ。名古屋から下水道で滋賀に向かったら、から寄りました。あ、なるほどね。あ、下道ね。下水道じゃねえ。なんで下水道やね。熱海城って何ですかね、あれ。やっぱ観光のために作ったのかな。あ、そうですか。夏場のなのに、あ、そうなんだ。格好着た人がいたんですね。はい。兜ですよね、要はね。あれでもすごいんですってね。お酢にしないであげてって。確かに。確かに確かに。ひどいですよね。下道のこと下水道って言っちゃいけないですね。はい。あ、赤字か。はい。そうですね。まあ、斜面でね、ラスカル州がしたら否認すべきって。こら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 。その水害じゃね。あ、小田原城ね。小田原城いい、すごい城ですよ。北条がね。もう完全に落とせないと言ってね、作ったすごい城ですからね。まあ中はね、一応、兜とかなんだかありました。あ、そうなんですね。はい。岐阜ですな。これで刃物の需要が高まり。はい、そうですね。関の、やっぱりね、関がね、刃物の街になってる理由の一つですね。はい。秘宝感ありそうなお城。確かにね。右手にアクエリアスのボトル。まあね、確かにね、脱水しないようにね、今の時期は気をつけましょうね。はい。まあ、そういう感じです。まあ、今日はね、ちょっとラスカル、リアルラスカルで、そう、着てる方暑いっすよね、確かにね。あれ着てる人暑いっすよね。ナイフ作りで工房を借りたい。なんか、奈々先生、なんか、危ないことやっちゃダメですからね。ナイフ作るのはいいですけどね。ちゃんとサバイバル用だったらいいんですけどね。はい。そう、現代と古代の融合で面白い。まあね、そうみたいですね。私もね、こう、直接は見たこと、てか、作ってるのは見たことないですよ。できたものはもう見たことあるんですけど、なんか作ってるところは結構、こう、なんかね、現代的っていうかね、らしいですよね。現代的っていうか、まあ、結構地味らしいですよね。現代的、地味なんだけど、現代的にでも作るものは、できるものは、まあ、古代的っていうかね。でも、すごい優れてますよね。あれね。はい。昔の台風の時、田んぼを見に行くのは、地貝の隠語だったんですね。はぇ、ああ、はいはいはい。地貝は悪とされていたんです。なるほど。勉強になります。ありがとうございます。そうなんですね。ヨニアさんね。へぇ、ああ、
初めてです。勉強になりました。はい、ありがとうございます。そういうのね、すごい大事ですよね。うん、一つ一つしとくのね。はい、まあそんな感じですね。うん、そうなんですよ。ラスカルのヒゲがね、ずっとパーマかかっちゃってどうにもならないんですよね。まあ、このドライヤーで伸ばしたりとかピンとかしてるんですけど、また戻ってちゃうんですよね、これね。はい。はい、すいません。じゃあ皆さん、もうそろそろ終わりになりますんで、終了になります。すいません。本日もですね、ご視聴ありがとうございました。はい、職務をしますね、ってね。はい、はい、はい、ありがとうございます。七瀬先生来てくださいね。はい、ではすいません。皆さん、お疲れ様でした。おっぱいおっぱいおっぱいです。ありがとうございます。はい、おやすみなさーい。